こんにちは、ふくろうです。本日いただいた、お題はですね、定期的に購読しているメールマガジンは何かっていう、お話です。定期的に購読しているメールマガジンって言われると、師匠である増田拓夫先生から届くメールっていうのは、購読しています。2,3 種類あるんですけど、一応、クリップので、全部ではないですが、見るように しています。それから、もちろん菅谷先生からいただいているメールマガジンは毎朝届いてますので、この、お題自体がメールマガジンというか、朝いただく、メールマガで私はタイトルを聞いてそれで作っているものですから、そういった面では、それを見ながら、こうやって作っているというところです。そのぐらいが重要なところですかね。何個か、届いてるんですけど、5回に1回ぐらい見るかなっていうのもありますし、全く見ないのもありますし、そういった面では、メールマガジン、見る時間があれば見てますっていう感じです。以上です。